みんな暑くないか？もう暑くて溶けそうなんだけど。てなわけで実家に帰ってきた社畜です。はい、皆さんゴールデンウィーク実家に帰ってますか？僕は今日帰ってきました。まあ、今日っていうかね動画撮ってるのが5月1日なんですけども、まあ、この動画上がるのがねいつになるかわからないんですが、まあそういったところでね実家で暇してるわけですよ。まあ任天堂スイッチとかはね持って帰ってきたのでこっちの方でまあやることはできるんですけども、まあキャプチャーボードとかをね忘れてしまったのでもう動画は撮ることができません。なのでちょっとねこの期間だけ実写動画で行こうかなと思います。てかさ、実写動画ってなんであんなに伸びるんだろうな。部屋紹介動画とか3本しか上げてないのに全部合わせもう11、2万再生ぐらいいってるしね。なんかよくわかんないけど実写動画が人気なんで、まあこれからもね定期的にこうやって撮っていこうと思います。おい、みんな見てくれ、懐かしいものがあったぞ。このコントローラー今の人わかる？64ってわかる？そもそもほらこれこれこれね、コントローラーがちゃんと4個ありますよ。ぼっちのくせにコントローラーがね4個あるっていう感じですね。てかさ、実家の部屋もねなんか整理しないといけないですよね。あ、ちなみにね、奥に挟まってるのはベッドですね。はい、このベッドです。幽閉されてますね。お、ここの上に64の本体がありましたね。どんなところに64の本体置いてるんだよっていう話ですけど。はい、こんな感じですね。皆さん見覚えありますか？多分ね、見覚えある方は同世代ですね。まあ、多分ね、今、ちょうど大学生か、まあ、社会人。まあ、1年目から3年目ぐらいの方であれば、まあ、結構ね慣れ親しんだゲーム機器ではないでしょうか。で、まあ、さっき見せたのが、まあ、スーパーファミコンですね。まあ、さらにね64より前の世代っていう、はい、まあ、こんな感じですね。まあ、ホンダの中はこんな感じかな。皆さん銀玉とか分かりますか？ああ、あかん、こっちの方は見せんとこ下の方に行くか。はい、まあ、下はこんな感じですね。はい、まあ、てなわけで今日はこの辺りで終わろうかな。まあ、ネタもね特にないんで、まあ、もしよかったらねちょっと詳しく見たいなっていう方は部屋紹介動画とかもね、過去に上がってるのでその URL とかは概要欄に載せておくので、もしよかったらぜひ見てください。まあ、結構ね再生回数上がってるんで、まあまあ面白いと思います。てなわけでお疲れ様でした。チャンネル登録高評価よろしく。じゃあね。